公鉄協約は、イタリア王国とナチスドイツの合意協約。正式名称は、ドイツ・イタリア間の友情と同盟に関する協約。1939年5月22日に、イタリア外務大臣、ガレアッツォチャーノと、ドイツ外務大臣、ヨアヒム・フォンリベントロップによって、調印、署名された。この協約は2つの部分からなる。一つは、 イタリアドイツ間の継続的な信頼と協力の明らさまな宣言であり、二つ目は秘密補足議定書で軍事と経済に関する政治分野での団結の推進であった。しかしながら調印者であったガレアッツォチャーノを含めてイタリア政府の一部の要人はこの協約に反対していた。イタリアのドゥーチェであるベニートムッソリーニは当初この合意を地の協約と称していたが、 これはイタリア人に一般的に受け入れられなかったため、公鉄協約とした。一般的に公鉄協約はドイツとイタリアのどちらかの国に戦争が布告された際には軍事などに関して直接それぞれの国を援助し、軍事面や戦時生産で協力する義務を負っていた。協約は互いの国が合意なしに講和する権利を保障していた。この合意は 戦争が3年以内の起こるとの過程を基礎にしていた。ドイツは1939年9月1日にポーランドに侵攻し、同年9月2日にムッソリーニがイタリアの中立を宣言。さらに同年9月3日にはイギリスとフランスがドイツに対して宣戦線布告。同年9月5日にはルーズベルト大統領がアメリカの中立を宣言する。 イタリアは戦争のための準備が不足しており、参戦義務を果たすことが難しかった。この結果、イタリアは1940年の6月の南仏侵攻未遂まで第二次世界大戦に参戦しなかった。1943年6月、ローマの大使館で旗めく両国の旗、秘密補足議定書は2つの項に分かれており、上院当時は公開されていなかった。 一項目では彼らが即急に軍事経済協力に加わることを促しており、二項目では両国が出版、ニュース、プロパガンダに関して協力してファシズム数軸の力とイメージを促進すると約束していた。これを助けるために両国は外務大臣と共にそれぞれの国の数とまたは複数人の専門家を相手国の首都に割り当て、 緊密な連絡関係を築いた。第7条によれば、協約は10年で終了することになっていた。しかし数軸国が北アフリカで敗退し、1943年7月にはシチリア党侵攻が始まり、イタリアは連合国と9月に休戦を結んでいる。イタリアにはピエトロバ、一方ムストリーには北イタリアでイタリア社会共和国を設立し、 イタリア社会共和国は名目上この協約の調印国として形成した。ありがとうございます。